福原幸美子初期福原慶は、平安時代末期の自称4年、計画のみに終わった和田慶に続いて、平野清盛の主導で造営が進められた、日本の首都の通称。場所は、現在の兵庫県神戸市中央区から、兵庫区北部にあたり、兵士の拠点の一つである貿易港の大林波区に、人工島の京ヶ島を築き整備拡張した港を、 見下ろす山麓に遠くことが計画された。1169年には、雪見御所を構え、平野清盛はこの地を機に、入り10年間を平野に暮らす。平野は、南以外の三方向を山に囲まれた盆地であり、六甲山系を背にして、大倉山や海下山などの丘陵が、この地に並ぶ地形は、北風を遮り温暖で、過ごしやすいことと、 敵からの攻撃に備えやすいとという理由であったと言われる。さらに、石井川と天皇谷川が新港川に注ぐ合流地点であったことも、その理由の一つとされている。清盛は福原戦途後、再興させた北区山田町の名誉寺を西の比叡山になぞらえ、月参りをしたと伝えられる。参拝には石井川東岸から北に伸びるカラス源古道を利用した。 清盛は高倉上皇と平家一門の反対を押し切って戦闘を強行したが、それは宋都の貿易拡大によって海洋国家の樹立を目指したためとも言われ、都市整備が進めば平氏政権による福原幕府のようなものになったとも言われる。後に福原家の建造物群は源義仲によってべて焼き払われた。年月日、京都から 摂津国の福原へ、安徳天皇、高倉上皇、後白河法皇の行行が行われ、ここに暗宮が置かれた。そして平氏政権は福原に隣接する和田の地に、和田家の造営を計画した。和田は、現在の兵庫南部から、長田区にまたがる地域にあたる。当初平安家と同様の情報制による都市を建設しようとしたが、和田は、平地が少なくて狭だったため、すぐに、 この計画は行き詰まってしまった。そこで、同じ摂津国の今陽や、さらには、張馬国員南野に、新しい系を造営する話が持ち上がったが、どちらの話も、立ち消えとなり、7月には福原を、しばらく皇居とし、道路を開通させて、親兵士派の一部の人々に限り、宅地が与えられることになった。しかし当時、幼い安徳天皇に代わり、陰性を行っていた。 高倉上皇は平安京を放棄せず、福原には利休を立て、代理や八将院は必要ないとした。これに対して清盛は代理は意見せず、11月の新目祭りまでに私的に皇居を造営し、2年後には八将院などの役所も作るという方針で構えた。そして11月には皇居に似せて作られた清盛の指定が天皇に提供され、 17日から20日に、新滑祭りの御節のみが行われると、23日には、京都への観光となった。京都への観光は、現氏の挙兵に対応するため清盛が決断したと言われている。ありがとうございます。